ありがとうございます。アンコールありがとうございます。アンコールはちょっと夜ということで露出多めにしてちょっと着替えに時間がかかってしまったので、アンコールの皆さんの拍手がちょっと疲れ気味だから急いでっていう風に言われたんでちょっと急いできましたね。露出を結構最大限にしたんですけど、皆さんのうーっていう声がおっさん丸出しだなと思ってちょっともう分かりやすいですね。今日はですね、背中に
羽がついてるんですよ。この衣装だとよく見えますか？見える？こっちも片っぽ見えない？どういうこと？左が見えない？まあいいや後ろ向いちゃうしね。今日はあの飛んじゃおうかなみたいな感じで背中に翼を描いてみました。まあ、自分で描いたわけじゃないですけど描いてもらいました。はい、いやーもうなんか早いものでもうすぐ終わっちゃうですね。ね、いや、やだって言われてもねしょうがないよね私もすごい寂しいんですけれども、あの残り少ない時間楽しんでいただけたらなと思います。はい、今歌わさせていただいた曲は空の木という曲で、私の主演させてもらった、子猫の気持ちという映画の主題歌です。私が この曲は私オリジナルの曲ですと言えるのがまだ空の木しかなくて、はい、ソロライブを私がやるにあたって歌う曲ないんじゃないのみたいな感じで思ったかもしれないけど、空の木があったのでこれはもうぜひもんで歌わせていただきました。これからも、今後もオリジナルの曲がどんどん増えるように私自身も頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。さあそれではアンコールも楽しんでいきましょう。続いてお送りする曲は、最近のアイドリングの曲をあんまりやってなかったなって思いませんでした？なので、最近の曲をパラパラっとメドレーでお送りしたいと思います。それでは聴いてください。